今月の5月22日にダボス会議が開催されるということで、ちょっとダボス会議の歴史を調べてみました。ダボス会議とは世界100カ国、およそ3000人の政財界のリーダーが集まって行われる会議とのことです。第1回目は1971年、えー。当時はヨーロッパのみの参加ということで、ヨーロッパ経営フォーラムという名称でした。 第3回目、環境に対する先見的な警告が発せられました。とあるイタリアの実業家が成長の限界について講演しました。さらにグローバルな経済成長の持続可能性に疑問を投げかけて大きな話題となりました。1973年の段階で成長の限界について さらにこの持続可能性に疑問を投げかけたということです。すごい先経の命を持ったイタリアの実業家さんです。でさらに、経済発展と環境面の制約を両立させるために、社会がす,すべき選択について、えー、説明され、えー、企業は株主だけのものではなく、社会全体の利益に貢献するものでなければならない。 という考え方も打ち出されましたもうなんか1973年の時点で今の問題と全く同じことが、えー、語られているということですで、えー、第9回目に中国が初めてこのフォーラムに参加しましたというのも鄧小平が世界的にあの新しい経済改革っていうことであの深い関心が寄せられ 中国の代表団を初めてまあ招待したとのことです。で逆にフォーラム代表団も中国を訪問してこれがまあ中国と当フォーラムの長年の友好関係の始まりとのことです。でそのさらに10年後1987年に、えー、この会議の会員が世界規模に広がったことから名称がヨーロッパ経営フォーラムから 世界経済フォーラムに変更されましたでその翌年、ギリシャとトルコが戦争に発展するんじゃないかというほどの緊張関係になった際、このダボス会議が個別会議でギリシャとトルコの両思想の信頼回復関係を回復させて戦争が回避されました、まあ。ダボス会議がこの世界に調和をもたらした瞬間だと。 ということで、まあ、世界的にもなかなか影響力のある会議であるということが、えー、分かったわけです。で、さらに、えー、と10年ほど飛ばして2005年、世界男女格差の測定をスタート。グローバルジェンダーギャップレポートっていうのが毎年発行するということになりました。で、えー、とさらに10年飛びます。 2016年テクノロジーにより人類は転換期を迎えていることこれを第四次産業革命と表現されましたテクノロジーのメリットを最大限活用しながら社会全体に及ぼすリスクを最小限にしましょうといった内容でしたで2019年 自然界を脅かす緊急事態という議題で、えー、若手の環境活動家話題になりましたグレタさんが登場しましたでグレタさんが環境問題のことをいろいろ提言したんですけれどもこれはいろいろな物議を醸しましたねそして2020年ステークホルダーが作る持続可能で結束した世界というテーマでステークホルダー資本主義の確立 っていうものに重点が置かれました。これはですね、ステークホルダーっていうのは、まあ、利益関係者みたいな意味で、利害関係っていう意味かな。で、まあ、株主の利益のみを優先するんじゃなくて、顧客とか取引先とか地域社会など、利害関係者全般への貢献を重視すべきではないか、という考え方が話されました。で、去年、 2021年はグレートリセットという用語が出てきました。世界経済フォーラムがグレートリセットの必要性を訴えています。コロナ騒動、経済、気候変動、格差の拡大といった社会問題がかなり危機的な状況ではないかと。えー、なので、その場しのぎの措置ではなくて、全く新しい経済社会システムを構築しなければならない。 という考えを表明しました。そして今年は、えー、22日に行われます。コロナ禍からの回復と気候変動。あとはステークホルダーなどが議題になるということで、まあここ数年はそれほど変わり映えのないテーマが、えー、持ち出されてます。毎年ダボス会議の後は、今後は この方向性に世界が向かうから。だから我々はこうしていかないといけないんですよっていうような情報が、まあ、同じような行動指針の情報が、あの、多く発信されます。えー、僕個人としては、既得権益者とか特権階級支配層っていうものを一切信用してません。おそらくこの先もずっと貴族対庶民の構造は変わりませんから、で、この、 ダボス会議っていうのは誰がやってんのって言ったら、まあやっぱ支配層の方々が集まってやっとるわけですよ。なので、まあ、希望にね、胸を膨らませてる方とはちょっと一線を引いた考えなわけですけれども、まあ支配層なんてのはね、もう鼻から一切信用しなければ、裏切られて失望することもありません。だからまあそのための予防線を張っているということも言えます。 グレートリセットっていう言葉がね、去年出てきたんですけれども、その言葉に期待をしている配信者の方々もね、あの、結構見るんですけれども、おそらく、まあ、ちょっとはね、情報してくれて、条件が庶民側にとって良くなったとしても、それは、ビビたる情報でしかないと思います。もう、ほとんど変わり映えないと思いますよ。 グレートリセットなんてされても、我々庶民にとっては、大して変わり映えがない。だってですよ、支配層が集まって行われてる会議なんですよ。格差を是正する方向性が語られたとしても、それはフェイクですよ。民に一応、民のことを考えて我々は動いてるんだよっていう見せかけたいだけなんじゃないのって思うわけです。あの、 1973年の時点で今抱えている問題を定義されてたんですよ。なのに今もなお同じ問題を議題として挙げてるんです。本当に変える意思があるんでしょうかねで、結局環境問題のことも、まあ全部利権につながっとるわけで、結局金儲けにつながってるんですよ。うん。コロナ騒動でね、 10万円を1回だけ配って、で、今年は条件をつけて少しだけ配る。その程度の譲歩なんですよ。一応格好だけの対応って感じじゃないですか。あの、1円も配らないのと1回だけちゃんと配るのとではね、まあ、全然印象が違いますから。だから1回だけでもちゃんと配っとけば、なぜか民は、ありがとうございます、自民党様、みたいな気持ちになる人が、 大勢出るんでしょうかね。えー、まあ、残念ながらね、世界のこの持続可能社会における脱炭素の流れ、これはもう火力発電メインの日本にとっては、もう悩みの種でしかないわけです。環境保護団体は、日本は環境への対策において周回遅れであると指摘しておりますし、ジェンダーギャップの男女格差の問題、 日本は世界120位で G7 の中で最下位ですだからこのダボス会議っていうのは年々ね日本のイメージ陥落につながる指標を発表していくので非常に気が重いイベントです去年話題になったこのグレートリセットという言葉今年はリセットの内容がさらに具体的になるのかあるいはふわふわっとした内容で終わってしまうのか 注目です以上です